今回はトイレットペーパーの芯を使って室内練習をしたいと思います。プロゴルファーの福山です。今回はトイレットペーパーの芯を使ってハンドファーストをキープする、フォローを大きくするという練習をしたいと思います。とりあえずトイレットペーパーの芯を用意してください。そしてグリップエンドから入れてしまいます。そして室内で危ないので短く持ちましょう。それと端っこを持ってしまうとグリップに引っかかって、このトイレットペーパーがシフトしづらくなってしまうので、そういった面でもグリップは短く持ってください。はい、そしてトイレットペーパーの芯を入れた状態で短く持ちます。そしてグリップのところまで落としてください。そしてトップまで行きます。で、ここで下半身を使って手元をインパクトまで持ってくると、左側でトイレットペーパーの芯が落ちます。これが正しいコックの使い方です。このようになりますね。しっかり構えて、こっから足で持ってくるとトイレットペーパーが動きます。いけない例はですね、こっからリリースですね。こっからリリースしてしまうと右側で落ちてしまいます。そしてここで落ちてしまうということは、ヘッドスピードがここで最大限に上がり、インパクトやフォローではスピードが落ちてしまいます。そして肩を回す人も右側で落ちてしまいますね。右側で落ちてしまうということはヘッドスピードが上がっていない証拠になります。クラブはダウンブローに打たなくてはいけないので、インパクトから左側が解放されなきゃいけないですね。これを室内で練習するためにトイレットペーパーの芯を使います。正しい例をもう一度いきます。スローでいきますね。ここから左ポケットを左後ろに進ませながら持っていきます。そうするとトイレットペーパーの芯が落ちないですよね。で、ここから解放されていくから落ちます。で、フィニッシュまで来る。いけない例はトップからここからヘッドリリース、ここで落ちてしまいますね。このようにここからこう遠心力が向こうに行き、すぐ右側でトイレットペーパーの芯が落ちてしまいます。こうしてしまうとロフトが寝て、シャクル、ダフル、トップするという動きができてしまいます。こっちで右側で振ってしまうと体重も右に残りやすくなりますね。なのでしっかりとキープをして、左側で、このトイレットペーパーの芯が動くように練習してみてください。このようになります。しばらく練習するとすぐボロボロになってしまうので、トイレットペーパーの芯を捨てないでストックしておいて、室内練習のために取っておきましょう。球を打ってしまうと皆さん力が入ってしまうので、室内で体の動かし方をまずは覚えましょう。そうすることによって練習場に行っても体が動き、ナイスショットが打てるはずです。皆さんぜひ試してみてください。